ケンタ城は、道の区国立軍県連にそびえるチャウス山の山頂付近にあった中世紀の日本の城。掛田城、チャウス城とも表記する。鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけて高松貞高の支配下にあった。貞高は、小中2年に杉の目号に高松城を築いて拠点としていたが、県務2年に北畠秋江の命を受けて、かけに、 新城郎を築いて拠点を移した。その子孫は、欠田氏を称し、伊達氏に従って、南朝方の将として活躍した。欠田氏は、大江氏の末裔とされるが、定高の彦である、欠田先州の第二、伊達氏から養子を迎えた。戦国時代に発生した伊達氏の天文の乱において、欠田春秋は、伊達種宗の娘婿であった関係から種宗を、 救出して、ケンタシロに迎え入れて、伊達春宗と対抗した。天文12年3月25日には、父、種宗救出のために、かけたに入った、渡り綱宗が兄、春宗に撃たれている。乱は、春宗の勝利に終わり、春宗は、かけた氏に対して、ケンタシロの破却などの過酷な講和条件を課した。このため、天文21年に、かけた春秋は、 息子の吉宗と共に反乱を起こし、伊達春宗に攻め滅ぼされた。後に、永六九年に、中目長政が、健太四に入り、関ヶ原の戦いの際にも、上杉影勝に対抗するために、伊達政宗の軍が、健太四に進出している。その後間もなく、廃城となった。ありがとうございます。